な。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。行かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよ、お前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？ あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ、問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は世界政府公認の海賊大岡七部海の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。ところに。
そうだ。また会いましたよ。頼む。ちゃんと戦う気はねえぞ。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。弟が好きエース。弟をね、探してんだよ。エース。変わらねえな、ルフィ。こいつは俺が止めといて。先に進め。煙。何のかお前。今度は。麦わら。いい度胸。飛んでろ。俺が食いつけてやる。体勢を立て直すぞ。やっぱエースは強えな。さすが俺の兄ちゃんだ。ルフィにお兄さんがいたなんて驚きだわ。変わらねえな、ルフィ。やっと落ち着いて話ができる。お前にこれを渡したかった。そいつを持ってろ。ずっとだ。なんだ、紙切れじゃんか。そうさ、その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。ゆっくりしてえとこだが、俺も先を急いでる。俺は今重罪人を追ってる。最近黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。最悪の罪、奴は仲間殺しをして船から逃げ出した。
隊長の俺が始末をつけなきゃならねえってわけだ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。うん、来いよ高みへ、ルフィ。一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。オフィサーエージェントに命じてやる。行くぞ。ロコダイル、リソールサンデー、東急に急がないと。私たちも一気に一緒に行くわ。あいつは俺が引き受けた。アルバーナで起こっていることは分かったけど、相手が七部会ではどうすれば。ニコロミンです。頼むぞ。懸賞金7900万、わずか8歳海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女キノコダイリの仲間だ。私は政府の人間が大嫌いなの。余計な体力を使わせやがって。スモーカーさん、
これから私はどうすれば。任せる。何をするかはお前が決めろ。そんな、一体どういうことですか。お前の正義に従えばそれでいい。どうなろうと責任は俺が取ってやる。タシギ、この国のたどる結末をしっかり見とけ。滅ぶにせよ、生き残るにせよ、時代の節目にはこういう事態が必ず起こる。ガチャ。スモーカーさん。総長、ご命令を。海賊、麦わらのルフィ以下、その一味を援護します。全体、出発の準備を。フルトンはどこにある？
神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ。そんなものこの国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんな…さて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある？オーネグリフ？それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルイさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。リリー、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに攻撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力づくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。5キロを吹き飛ばす砲弾だ。これだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近く。広場に近い場所。分かった。みんな、攻撃手はあそこ。間違いなく、あの時計台にいるわ。余裕でいられるのも今のうちだ。残りわずか。急いで砲撃手を探すなよ。さっさと行ってこい。
ありにするぞ全部。こいつがポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力。プレトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さぬ。あなたがそういう行動に出る、私に考えが。なぜなら俺はアナクから誰一人信用しちゃいねえからさ。おいおい、てめえまだ俺の邪魔はしてえのか。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。頼むぞ。俺を誰だと思ってる。干からびろ。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てしまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。お前なんかじゃ泥泥の俺には勝てねえ。三刀流行儀は悪いな、あんちがな。ガノン、俺は海賊王になる男だ。泥泥の三刀流行儀は悪いな。ここまでです。切りしぐれ。カノン、よっと三刀流行儀は悪いな。ここまでです。雷警報発令よ。サンダーボルト。どこの誰だろうと、俺はお前を超えてえか。ゴムゴムのデザートストームラスパーだ。
なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるわ。ボンクレーにあらず。ムキちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして、みんなビビ、ほら来たビビ。船を戻そう、急げ。ビビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから行けません。そっか、私は印なら罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも長っ。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。